ドジャースのクレイトン・カーショー投手が言ったスピーチに注目が集まっている。1日、同2日にワールドシリーズ制覇を祝したパレードを行った際に、長い間、お祝いする機会を待っていました。などと話し、米メディアが称賛の言葉を送った。画像、カーショーめっちゃ大谷スキアン、ファン感激、肩組む衝撃の1枚。MLB 公式が投稿した動画では、ああ、 長い間、この日を待っていました。長い間、お祝いする機会を待っていました。今、ここ以外のどこかにいることは想像できません。この仲間以上に一緒に祝うのに素晴らしい仲間はいません。言葉に詰まりながら、今は、言葉がありません、と涙ながらに語った。前回優勝した2020年は、コロナ禍の影響でパレードが開催されなかったからだ。さらに、 自分はこの優勝と全く無関係でした。ですが、皆さんとこうして祝うことができて、この世界で一番最高の気分を味わっている気がします。2度目のチャンピオン、そしてこれからも、もっと優勝する、やりましょう、と興奮気味に叫んだ、ドジャース一筋17年で通算212勝、3度のサイ・ヤング賞を誇るも、今季は7試合で2勝2敗。 防御率4.50。プレーオフでの登板はなく、6日、どうの日に左足親指と左膝半月板の手術を受けることになっている。36歳左腕に、米スポーツ局 ESPN は、カーショーのスピーチは、私たちの心を大きく揺さぶった、同放送局のライアン・モリク記者は、2020年ワールドシリーズ制覇・ を祝えなかったクレートンカーショーが最高のスピーチでドジャースファンを沸かせたと賛辞を送った。また地元紙、ロサンゼルスタイムズのマイク・リジオ・バンナ記者はカーショーは右足、親指と膝の怪我の影響で10月ポストシーズンでは1球も投げられなかったが金曜日1日イコール日本時間2日の祝典では一瞬一瞬をかみしめた。 彼がワールドシリーズの MVP に選出されたかのようだった、とも。偉大な男の言葉は大きな影響力を持っている。